ペインデッピー、どうもカンタです。いよいよ賞金1000万円の日本武道館で開催される日本最大の MC バトルバトルサミットの開催まであと1週間と迫ってきました。ヒップホップ界そして MC バトル界を代表する20人によって頂点が決められるこのトーナメントですが、あまりに候補が多すぎるために過去一優勝予想を決めることが難しい大会とも言われています。そこで今回は皆さんからの優勝予想をコミュニティ投稿によって聞かせていただき、票数が多かったバトルサミット優勝予想トップ5を紹介させていただきたいと思います。集計したところかなり予想外の結果となったのでお楽しみに。面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず第5位にランクインしたのが2022年に完璧な復活を遂げたこの男、ドタマさんです。ドタマさんというともしかしたら2022年で一番勢いに乗っている MC の一人かもしれません。 B-Boy パークをはじめとする2000年代初頭のバトルから参加していた MC バトル創世期を支えた大ベテランでありながら、最近のバトルに関しても好成績を残し続けています。実際に前世紀には R 指定の史上最大のライバルとも言われていた男ですからね。初出場となった UMB2011 ではなんと R 指定さんに勝利。その後2013-2014と敗北してしまいますが、 R 指定さんがいなくなってからより一層強さを増していき、 UMB2017 では悲願の初優勝を飾っています。またそんなドタマさんに関しては頭脳派な一面がフリースタイルダンジョンで明らかになりましたよね。様々なチャレンジャーに対して対策を考えている姿は見た目も相まってまさに学校の先生にしか見ませんでした。そんなドタマさんの武器というと何より相手に対するきつすぎるディス。フリースタイルダンジョンでの2つ名はディスの極みメガネと言われているほど強烈なディスを放つことで有名です。復活した当初はブランクもあり、あまりディスが尖っていなかったように思えますが、最近のバトルではディスの切れ味が完全復活。渋谷レゲエ祭 VS 新アドレナリンや戦国×凱旋といった MC バトルで優勝しまくっています。そんなどんな相手に対してもきついディスをしていくドタマさんが第5位にランクインする結果となりました。多くの方のコメントによると、ドタマさんはどんな相手に対しても的確にディスることができるため、大物揃いのバトルサミットでも好成績を残すことができるのではないか。普通の MC であればジブラさんにディスをすることができないが、ドタマさんであればえげつないディスをしてくれそうといった期待の声が寄せられていました。そんなドタマさんの1回戦の相手というと、岐阜引き金サウンドのボスボンズさん。この2人というと戦国26勝でも戦った経験があり、その際にはドタマさんが圧勝していたということもあり、今大会でも武道館もしくはバトルサミットとは思えないようなすごい喧嘩が生まれるんじゃないかと思ってます。にゃんちゅう宇宙放送中を武道館でやったら僕めちゃくちゃ笑いますね。続いて第4位にランクインしたのが MC バトルで現役最強王者と言われているこの人、呂布カルマさんです。なんと MC バトル界の現役最強王者と言われている呂布カルマさんが第4位でランクインするという形になりました。これに関しては集計していて本当に驚きでしたね。呂布カルマさんというとやはり現役最強の MC バトル王者ということで、視聴者の皆さんも1位に予想していたのではないでしょうか。呂布カルマさんというと何度も紹介しますが、言わずと知れた MC バトル界の現役最強王者。昨年2021年には日本武道館で開催された戦国24勝で優勝。他にも UMB 夏選抜や凱旋 MC バトル仙台ピット公演といった大会で優勝し、まさに呂布さんが無双しまくった1年となりました。本当に去年に関しては呂布さんを誰が止めるのかっていった感じで大会が進んでってましたからね。それ以外にも KOK2018-2020 での優勝や、フリースタイルダンジョンでの2代目3代目モンスターとしての活動など、 MC バトル界のラスボスとして未だに君臨し続けています。最近ではひろゆきさんとのディベート対決に勝利してディベートモンスターにもなってますからね。もはやフリースタイルだけではなく全てのことにおいてモンスター級の活躍をしている呂布カルマさん。これまでの MC バトルの賞金総額も1000万円を超えています。今回優勝したら2000万超えっていうことになるみたいです。いや恐ろしい。そんな呂布カルマさんですが、1位ではなくまさかの4位にランクイン。呂布カルマさんを優勝予想として挙げていた方のコメントによると、大舞台になればなるだけ呂布カルマさんは強くなっていく、誰々が優勝してほしいなどと予想することがあるが、結局呂布カルマさんが勝ってしまう。今回の大会を機に復活するもしくは参戦する MC たちがたくさんいるが、そんな大会だからこそ呂布カルマさんにいつも通り無双してほしいという声が上がっていました。実際呂布カルマさんというと戦国24勝や KOK といった大きな会場で行われているバトルの時に非常に勝率が高いんですよね。今大会に関しても現役最強王者として圧倒的な実力を見せて優勝してくれることを期待しています。続いて第3位にランクインしたのが MC バトル界の炎上受け負い人、燃えるゴミさんです。燃えるゴミさんというとこれまで MC バトル界で長きにわたって活躍、ローワックスやオニピュアワンラインとこれまで名前を変えて活動していましたが、今回のバトルサミットには燃えるゴミで参戦。実に5年ぶりということで大きく話題になり、 Twitter のトレンド入りも果たしました。実際に燃えるゴミさんが一番有名になったきっかけでもある UMB2012 では、当時全くの無名でありながら優勝候補であったワニュードーさんや内海ムチーさんを撃破。決勝では R 指定さんに敗北してしまうものの、一晩にして燃えるゴミという名前を全国区に広げました。その後も様々な MC バトルで好成績を残し続け、 KOK2017-18 では惜しくも準優勝という結果に、そして続く2019年は初の優勝を果たすなど、現在の MC バトルトーナメントにも欠かせない人物の一人です。これまでも熱いバイブスとどんな相手にも食らいついていく姿勢で MC バトルで好成績を残してきましたが、今回の大会は5年ぶりの燃えるゴミ名義での復活。 UMB2012
の時のような暑さが復活するのではとヘッズは期待していることと思います。実際に優勝予想に燃えるゴミさんと予想した人の中でも、ソンゴングさんやリッキーさんといった音源を中心に活動しているラッパーに対してどのような戦いをするのかが非常に楽しみだ。燃えるゴミに全部かっさらってほしい。燃えるゴミ VS ジブラが楽しみだといった声が挙げられていました。実際に燃えるゴミさんとジブラさんというとメディアに賛成派反対派のような意見を持っていると思うので、どんな戦いをするのか非常に楽しみですよね。武道館の舞台でペケポンを聞くことができるのか楽しみにしておきましょう。実際僕も結構優勝候補だと思ってます。続いて第2位にランクインしたのが MC バトル界のシンデレラボーイといえばこの人、オーソリティさんです。これまで紹介した3人のメンバーに関しては MC バトルに比較的頻繁に参加されていましたが、オーソリティさんに関しては戦国24勝以来と思われる久々の参戦。参戦が発表された際にも大きく話題になっていましたよね。これまで紹介したメンバーが MC バトル界ではベテランであるのに対して、オーソリティさんは現在20代前半ということで、若手の MC の中では唯一のランクインとなりました。ただオーソリティさんここに入るのはなかなか納得という部分もあります。オーソリティさんが頭角を現したのは UMB2018 の時。それまでも2016、17と出場はしていたものの、大きな爪痕を残すことができてはいませんでしたが、リベンジに燃える2018年には KG さんやワニュードーさんといった優勝候補を倒し、見事に準優勝されました。その後2019年に関してはまさにオーソリティさんの1年、凱旋 MC バトル夏の陣2019の優勝をはじめとして、スポットライト2019でも優勝、そして最後の UMB2019 でも優勝と、まさに無双する1年となりました。おそらく今回優勝するのをオーソリティさんと予想している人たちの中にも2019年の無双が忘れられないという人も多いのではないでしょうか。実際のところ当時からラップスタイルは変わっていると思いますが、フリースタイルバトルにおいて強いことは間違いないと思います。オーソリティさんを優勝予想したコメントの中には、アウソに1000万取ってもらってエグい曲を作ってほしい、もう一回 UMB2018 のオーソリティ VS ムートンが見たい、あの時の強いアウソが帰ってきてほしいといった声がありました。また優勝すると予想はされていないものの、勝つとか負けるとか関係なくオーソリティさんのバトルが楽しみという声も多数ありました。おそらく2019年の無双モードであれば優勝候補の人だと思うので、今回も楽しみです。そしていよいよ第1位、バトルサミットで最も優勝が期待されている MC はフリースタイルに呪われフリースタイルに愛された男、新平太さんです。やはりこのバトルサミットという1000万円の MC バトル最大のお祭りには、新平太さんという一番ドラマを起こす男が優勝すると予想した人が多かったみたいです。これまでも新平太さんというとマイク一つで様々なドラマを作ってきましたよね。 UMB2010-2011 と初の2連覇を達成してからは、その後も MC バトル界の強豪として君臨。フリースタイルダンジョンにチャレンジャーとして参戦された際には、当時因縁の関係であった関栄慶神さんとの和解を果たし、 T バブローさんに胸ぐらをつかまれながらも勝利、初代モンスター最後の出陣で完全制覇をするっていうところもドラマチックですよね。またその後 MC バトルから引退すると宣言されていたものの、昨年の口喧嘩祭スペシャルで復帰、復帰戦で完璧な仕上がりを見せ優勝するというドラマを見せました。本当に新平田さんというと大きな大会になればなるほど本領を発揮するんですよね。昨年の戦国24勝に関してもバイブス全開でぶつかっていました。そんな新平田さんは今回の優勝予想に関しても第1位、新平さんが全盛期ぐらいエグくなって優勝するのを期待しているといった声や、こういったドラマがある大会の時に優勝するのが新平田さんだという声もありました。本当に何かを起こしてくれるっていうことは間違いないと思います。大舞台での新平田さんの活躍期待しましょう。というわけでバトルサミットの優勝予想トップ5について紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。実際に集計しましたが、呂布カルマさんが4位に入るっていう時点でとんでもない大会だということは明らかだと思います。今回紹介した5人以外にバトルサミットで優勝しそうな人物がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。カントのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録をお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。個人的には関栄慶神さんがバトルサミットにおいては優勝候補なんじゃないかと思ってます。1回戦のジブラさんを倒したら相当勢いに乗ると思うのでね。何より今回の大会の流れを握るカードはジブラ VS 関栄慶神ではないでしょうか。